なあ、信長様、本当にやんのか？ああ。来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。マタザは負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しく俺のやり方、見せてやろう。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か？なぜ今川に喧嘩を売るような真似を？巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門！よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門！マタザ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の退路を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門！触りだ。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。触りだ。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ！今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなかった。うつけ野郎にしてやられたか。開門！竹の人質を奪おうなど不届き千万。うずっとどもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまね。無理はするな。止めよう、とて無駄よ。信行兄様はどこかな？言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。こう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。敵将
討ち取ったぞ。これはなんだか。信長様の前に敵はいねえな。してくれる。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。撃ち取ったぞ。聞かせていただこう。やはり兄上はお強い。わしと手合わせをしようもか。この俺を止めようとて無駄よ。の分を祈るほかない。俺を打つけと侮ったか。こりゃお見事ですな。あたしの獲物発見ね。先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。人質の身であれ、もののふの端くれ、やすやすと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。または一体何のためにこんな無謀な戦を。壊してくれる。燃え尽きろ。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主吉。はい、確かなことは分かります。ならば吉本にか天下。ざれ事よ。やれやれ、信長様の万有には骨が折れますな。そう言う。さすが信行だ。信長様のことがよく分か。言葉に気をつけ。それよりまたなあ。
今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、家康を得てこの頃美濃では兄上、尾張国内すらだからこそ挑むのだ。恐れながらやめよう勝家。一は兄のことを申し上げるべきことは申し上げました。聞いたか家康。はい、先ほど私たちにも出陣の下地気合い入ってるじゃねえか。俺のやり方見せてやろう。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城、父上でも落とせなかった剣城、前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の書か誠のうつけか、推し量るならば今が好機。斎藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い、こう止めたか。うさほうな。この石頭は、このうつけは俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするか。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三、しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。織田か、信長様を過信して命を縮めることなきよう。無礼ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが、妙なやつよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやれ。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれるぞ。斎藤東西から同時に敵が、一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。
壊してくれる。して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。織田ごときに勝手はさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきたか。奴らを掃討し、道山の元へ攻め進むぞ。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだ。攻勢に出る好機、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道山の首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めたが安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道山ではなくあいつか。捨ておけんな。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。俺をうつけと侮ったか。引かせていただこう。なんと見事な。お前が信長か。評判通りうつけた面をしてやがる。イノシシ面でそう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勘弁ならねえ、叩き潰してやる。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに。織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきた。お力添え感謝いたす。この俺を止めようとて無駄よ。
とて無駄よ。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。ここの武者、わしに付き合え。意地は見せたわ。もうよかろう。私も兄上のごとく強くあらねば。敵兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。老三様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずったが、父さんまではもうすぐだ。叶う相手ではなかったか。とて無駄よ。来たか。
お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も、ゾウさんを侮るほどうぬぼれてはいない。そうみの力を持ってる。打ち取れ。なるほど、存外やりよるが、我が城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが。ああ、あの石頭。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？確かに